そうですね、まず応援していただいた方たちに感謝を伝えたいと思ってます。本当にありがとうございました。めちゃくちゃパワーになりました。でも結果は、まあ、負けてしまって、まあ、めちゃくちゃ悔しいんですけど、まあ、今の実力がなんで、はい、これからもやっていくしかないなっていう、これからも強くなっていくだけだなっていう感じです。ありがとうございます。対戦相手の印象はいかがでしたか？そうですね、3回目だったんですけど、やっぱり強かったですね、うん、はい。ありがとうございます。プレスの方からご質問はございますか？お願いします。まずお疲れ様でした。お互い蹴りをしたのに、前回とはだいぶ違う内容だったと思うんですけども、自分の中でテルマと引いた戦い方っていうのはどんなようなところだったんでしょうか？多分今回は距離取って、まあ、多分蹴りの距離で、カーフとか当たる距離で戦ってくるだろうなと思ってたんで、まあ、前回もちょっとカーフ効かされちゃってたんで、まあ、攻めてくるだろうなと思ってて、まあ、その展開でも戦えるように、まあ、準備はしてました。まあ、かなり本戦のところでギリギリの戦いだったと思うんですが、最終的に勝負を分けたのは自分ではどの辺だったと思いますか？まあ、やっぱり距離かなって、距離とか、まあ、もう一歩攻めきれなかった、自分が悪いです、まあ、やっぱもう一個来るかなっていうか思ってたんですけど、やっぱりちゃんと向こうも対策してきてたんで、うん、まあ、距離やったのかなっていう、はい。そうですね、引くところは引いてきてましたよ。もっとガツガツなんか倒しに来るのかなと思ったんですけど、まあ、そこはちゃんと向こうも対策立ててきてたなって思います。まあ、これで3戦目が終わって、また次のステップということになると思うんですが、何かこういうことをしていきたいというのを見据えている部分とかありますか？まあ、負けてしまったんで、まあ、これ大きいことは言えないですけど、まあ、僕はこれからも強くなっていくだけだと思ってるし、間違いなくこの武尊選手がいなくなった後の K-1 を僕が盛り上げてきたっていう、僕と金子選手を盛り上げてきたっていう自負はあるんで、まあ、これからもっと強くなって、うん、もっと盛り上げていくために努力していくだけだなっていう感じです。はい、ありがとうございます。他にございますでしょうか？それでは最後にファンの皆さんへ一言お願いします。今日は応援ありがとうございました。今日は負けてしまったんですけど、絶対に応援してくれてる人が、久村正史を応援していてよかったなって思えるように、これからも頑張っていくんで、これからも応援よろしくお願いします。ありがとうございます。以上、久村正史選手のインタビューでした。久村選手、ありがとうございました。ありがとうございました。